白百には、中華人民共和国の女優、元の名は白雪、三島省沈倒し市出身。1984年3月1日、三島省沈倒し市で生まれる。青島文人自称学、北京舞東学院附属中東舞東学校を経て、2006年、中央儀劇学院表、演学科を卒業。2006年にテレビドラマ、予性主に勇敢的に死でデビュー。 2011年、映画、万有引力で、石、赤月林役を演じ、映画初出演を果たす。同年、アワビ、クジラクジラ原作の映画、失恋の33日に、気象戦役で主演し、第31回大衆映画百科賞、最優秀主演女優賞を受賞。第49回台湾映画金馬賞、最優秀主演女優賞と、第15回中国映画化表賞。 最優秀主演女優賞にノミネートされる。2014年、ヒックとドラゴン2にアスティの声で出演。2015年、古典小説、両祭しを脚色したモンスターハントで小覧役を演じた。この作品で第31回中国映画金継賞。最優秀主演女優賞にノミネートされる。同年、映画、混ン,タウン 主流君の熊富役で第7回中国映画監督協会年度女優賞、第23回北京大学生映画祭、最優秀主演女優賞、第16回中国映画化表賞、最優秀主演女優賞を受賞。2017年、原画、霊原作、李昌光監督の映画、価格ゼザ城で、梅明、鴨目役を演じる。この作品で、 第32回中国映画金継賞、最優秀主演女優賞にノミネートされる。予選書に勇敢的日誌の制作過程で、同じグループの陳羽本と出会い、恋に落ち、2006年12月26日に結婚した。2008年1月19日に息子を出産した。名前は陳森切。2015年に離婚。ありがとうございます。